皆様よろしいでしょうか。はい、いや、そこで一つ相談なんですが、はい、どうなんでしょうか。え、どうでしょうか。え、全然いいです。大丈夫ですか。はい、ちょっとやってみます。無理しないでください。はい、ごめんなさい、ちょっとダメなの。新たなポーズはないですか。新たなポーズないですよね。じゃあそんな感じでお願いします。はい、いただきます。すいません。はい、じゃあムービーに行きますね。ではムービーに行きます。はい、わかりました。ムービー台のまず左側の3台ぐらい見ていけよ。そうですね、ムービー台のこちら、あっちの左側。はい、はい、テレビの方に。はい、はい、当時、これ多分結構お話しさせていただいてると思うんですけど、写真集の撮影の前日に自転車でこけまして、もうこの辺がズタボロになっちゃって、青あざもすごいし傷だらけになってしまって、なんかそれをちょっと隠しながらのポージングで何か面白いことができないかみたいな感じであのポーズが生まれたので、なんか私の人生の中で結構ピンチがチャンスになったりとか、なんかネガティブなことが割といい方向に向かうきっかけになったりとかもしてたので、なんかそれの代表作といいますか、なんかそういう思い入れのある作品ですね。いや、だいぶパワーアップしてると言いますか、私はいろんな意味ですごく成長した自分も、なんかこう表情だったりとか、その写真のパワーももちろんお借りしてると思うんですけど、なんか全然、前回よりかははるかに超えた自分のお見せできるんじゃないかなと思っております。